にちは。今回の犬だもんは、先日日本を横断して大きな被害をもたらした台風。我が家では被害となかったんですけれども、皆様のお住まいの地域はいかがだったでしょうか。まあこんな時は朝からのんびり過ごすともいいかもしれませんね。まあ、台風ということで、まあ、出歩くことはなかったんですけれども、お家の中でちょっとホットサンドなんかしてゆっくり過ごしておりました。ロックもですね、パパさんの隣で美味しそうなのを食べてるなーなんて思ってじーっと見てますね。めちゃくちゃやで、キラキラキラ。ロックのよだれだけがなぜか滝のように落ちております。空でし直してみようるけど、なめよ、ロックタン。よだれ。ロックのよだれは仕方がないとしても、パパさんはどうやらこの可愛らしいロックにパンの耳をあげたい様子ですよね。そのことはロックもちゃんと分かっております。あ、なんかロックの耳の毛が随分寝癖がついてますね。後で直しておかないといけませんね。パパさんが一口一口食べるときにロックは必ずチェックしてますよ。ん？ロックの意識がちょっと集中してますね。ロックダメよ。ダメって、お母さん見えたよ。ほらほら、ロックの困った顔、パパさんがくれるって言ってるんだけどなって顔してますよね。父ちゃんかわいそう。そうなんですよ、こういう時が本当にねかわいそうになってくるのでね、できるだけ開けてほしくはないんですけれども、パパさんはロックに甘々なんです。父ちゃん、もう一声っていうロックのあの切ない顔ですよ。父ちゃん、いいのかな、母ちゃん怒ってるよ。ダメ言われた、ママに。うん、言われた。ん？言われた。はい。ロックさん、お母さん見えたよ。見えた。ロックの顔ですよね。ロック聞こえてもこっち振り向かんのよ。悪いことしたの分かっとるんよ。そうなんです、聞こえないふりしてますよね。ロック悪いことしたん、ロックは。なんか背徳感のある食べ方しよう。ロックさん、もうないってよ。パパが悪いよね。ねえ、ロック、ロックって。ロックはしばらく私の声が聞こえないふりをしております。なんか言うことあろうがね、お母さんダメ言ったよね。どうでもいいけど、この見てこれ、これすっごい水浸しないよ。これロックが一生懸命我慢していたのはママもよくわかってるんですよ。いや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 、そこ、いや踏んでごまかそうとしてもダメよ。お母さん、エコにしとったらちゃんとおやつあげるつもりやったのに。まあ、水漏れしてますけど。水漏れ。ロックのパッキンちゃんと直してくださいって。
約束通りロックのおやつちゃんと準備していたんですよってことで。ちゃんと用意しとったよ、お母さん。昨日の晩からこれやろ。こっちだったらいいよ、とちゃん。ほら、よい子のロックに。ビーフジャーキーです。そう、これはですね、最近我が家に導入されたフードドライヤーで作ってみましたよ。よし、はい、ロック、はい、はい、上手にできた。できたね、もらえたね。美味しかった。ものよくしとったらちゃんともらえたやろ。誰も止めてないけど。いいです。私言われてなかったの思い出したん。偉いな。はい。はい、うまい。はい、今回はここまで。最後にですね、ロックも食べれるお団子を作ってみましたよ。よかったら見てってくださいね。またね。かぶりついたらいかんけん、外してからあげてね。遅い。スローモーションみたいね、ロックパン。うん、うん、うん、え、またでしたっけ。はい。もらえた。よかったね。よかったね。よかった。もう一個だけで。はい。よかったね。よかったね。ダメだけ。それは。ダメの。